クリスタルゴリラとは、2002年から2015年まで千葉ロッテマリーンズ、2016年から2019年まで東北楽天ゴールデンイーグルスに在籍し、現在は楽天の一軍打撃コーチを務めている今井俊明選手。そんな今井選手はロッテから楽天に FA 移籍後の2016年オフ、突如として登録名の名前の部分を本名の俊明から俊明に変更。その翔という字から連想される結晶、水晶のイメージと、もともとの愛称であるゴリ、ゴリラが組み合わされ、クリスタルゴリラという呼び名がノータイムで生み出された。同年今井選手は、千葉ロッテから楽天への FA 移籍初年度だったものの、故障で期待された成績を残せなかったことから敗運のために変更したと思われる。しかし南自衛民調べによれば、今井俊明は姓名判断でも微妙な運勢とのこと。なぜに今井選手がこの字を選んだのかは謎である。2019年に引退を発表したが、登録名を本名の今井俊明に戻した。